皆さんこんにちは。尾瀬高校では体験型の環境教育を積極的に行っています。多様な体験や交流活動、実践的な活動を通して生徒は3年間で大きく成長し、卒業生はあらゆる分野で活躍しています。それでは具体的にどのような学習をしているのかご紹介します。自然の状態を正しく理解するために、野外で行う自然観察や環境調査をベースにし、事後の振り返り学習として個人やグループごとの振り返り、全体での共有が効果的だと考えます。今回特に尾瀬高校が取り組んでいる水や森に関する学習活動についてご紹介したいと思います。それでは私から2つの調査について紹介します。穂高山水源の森という森林をフィールドに、科学的に植生、野鳥、昆虫、哺乳類などを調べると生物の多様性に気づきます。これは尾瀬ヶ原で水質調査を行っている様子です。5人1グループとなり、36箇所の地点を手分けして調査します。あらゆる場所で pH や EC など簡易的な機器やパックテストを用いて調査することで、水環境の多様性を理解することができます。他にも多様な生物を対象とした調査を行っています。これは校内にある池で水生生物を調査している様子です。胴長を履いて池に入り、網ですくうとゲンゴロウの仲間などの甲虫類やイモリやカエルなどの両生類などが見つかり、水辺の環境の生物多様性に気づかされます。学校の近くには特定外来生物が生息する湖があります。地元関係者の協力をいただき、特別に高校生が調査を行いました。その結果、地元の人でも知られていない発見があるなど、とても意義のある活動となりました。体験的な学習活動は他にもあります。地元企業、行政などと連携し、植生保護活動も行っています。一度失われた自然を復元することの難しさや、多くの人と協力して活動に取り組む意義や効果などを体験的に理解しています。最後に浸水活動について、学校の裏を流れる川で高校生だけでなく地元住民や保護者などを交えて、夏に安全対策を取った上で川遊びを行っています。川遊びの経験がない高校生も多い中、みんなで川に入るというのは何よりの原体験になります。地域の自然を活用した体験型の環境教育、今後も積極的に取り組めたらと思います。